車、ここでいいの？八神さん。ああ、桑名と話しに行く。楠本玲子に会ったことをさ。多分怒るよね、桑名さん。勝手な真似したなって。ああ、だからお前は一緒じゃない方がいいよ。そっか。じゃ、お言葉に甘いまーす。あ、クワンと話すか。いや、なんかね、あの絵肌の時も思ったんやけど、さっきの楠本さんについてもね、なんか否定はしたくないんだよな、あの人たちの考え方っていうのを。否定はしたくないし、気持ちがちょっと分かってしまう分、なんて言うんだろうか、こう、どこ？ただ、それを正しいと判断はしたくないよねっていうところには難しいけど、いるか、クワナは。ちょっと今、私、しょんぼりだぞ、いろいろと。クワナどこ？ん？クワナどこ？あいつどこいんの？ここ？あ、ここ？ここに住んどん？クワナいる？クワナ？あれ？クワナ？クワナどこ？あ、こっちか。あ、いるいる。わんぱくな折り方したら違うわ。あれ？なんだよ。お兄ちゃん。しばらく顔見せてなかったじゃねえか。クワナは？ほんの2、3日だったろ？クワナ。そらなんつうか。お前のすぐ後ろっつったら驚くか。え？ちょっと、そういうとこは鼻につくんだよな。何か電話じゃ済まねえ話か？楠本玲子に会ってきた。5年前に河合を殺した件、自首を進めてきたんだ。何だと？相手は何て言ってたんだ？自分に償わなきゃならない罪はないって。当たり前だ。お前勝手に何してんだ。あの人にはもう終わった話だ。二度と巻き込むな。勝手に終わらせんな。沢先生の事件は何も解決していない。彼女の親御さんはどうだ？きっと娘があんたに殺されたと思ってる。理由は分からず犯人も捕まらない。何の事実も知らされずにこの先もずっと苦しみ続けなきゃなんねえのか。そんなことを沢先生が望むか。あんたらの正義も彼女だけは救おうとしない。まともに向き合おうともしねえ。どう言われようが楠本さんをこれ以上苦しませんのは絶対に許さない。あんたがそう言うと思ったから彼女に会うことは黙ってた。いいか八神、彼女はな、ああ見えてまだ満の飛び降りから立ち直れてねえんだ。河合を殺したことには今も迷いを感じてる。俺と違ってね。あんたと同じなら俺ももっと強く彼女に自首を勧められた。彼女が河合を殺した証拠はない。河合はカムロ町から姿を消しただけで、警察だってそれを把握しちゃいなかったくらいだ。それにそもそも死体がなきゃ事件にもなんで、どの道彼女は絶対に捕まらねえぞ。いや、河合の死体は桑名が隠し持ってる。確か間宮優衣がそう言ってたはずだ。そうや、なんか凍らしてるって言ってなかったか。楠本さんが自首したところで警察も扱いに困るだけだ。俺はあんたのことも見過ごせないと思ってるよ。殺してきたのは7人だったよな。もうそこに何の躊躇もないのか。ふん、その証拠は。証拠もないのに人を疑うなんて、お前そんなことで本当に弁護士だったのか。今カムロ町で俺の仲間が江原の控訴に向けて準備してる。あんたの実態にもそこで光が当てられる。それについて言えば悪くない展開だ。いじめ加害者を誰かが裁いてると世間にも知ってもらう。ただその時にはもう俺はまた別の名前で姿も変えてるだろうがな。あんたはまだ続ける気なのか。沢先生の犠牲はあんたにとって何でもなかったのか。
お前の言い分はずっとそれだけだ。でもな、彼女にとっても全部明るみに出るのがいいことかわからないぞ。え？沢君にだって後ろめたいことがあった。今お前に送ったのがその証拠だよ。なんだこれ、音声ファイル。江原さんが裁判で負けたすぐ後、俺と彼女が電話した時の会話を録音したものだ。田代君は顔を晴らしながら屋上に逃げ込んできたんです。後からすぐ三越場という生徒が探しに来ました。あの時田代君の怯えてた顔が頭から離れません。すべて打ち明けてくれました。からかわれて、殴られて、お金を取られて、誰も助けてくれなかったって。でも私はそれを法廷にまで言ってなかったことにしてしまったんです。本当はそんなこと絶対にしたくなかったのに。でも証拠もないのに私一人証言したところで勝ち目はないと言われて。沢君は法廷で事実と違う証言をしていた。それを後ろめたく思ってた。こんな話をあんたは録音してたのか。沢先生が弱ってたところにつけ込んで。ああ、そして江原さんに聞かせた。あの人には息子が自殺した本当の理由を知る権利があった。あんたは自分の仲間が欲しくて江原の復讐心に火をつけただけだ。いじめってのは人間の本能に近い行為らしいな。だから絶対になくならないそうだ。でもよ、例えばの話、どうせ汚れるからってトイレを掃除しないことあるか。誰かが手汚してきれいにしなきゃ。これからもずっと俺は第二第三の楠本満を守るためにこの先も殺し続ける。抵抗できない相手に好き勝手やる連中は見せしめに制裁を受ける必要があるんだよ。法が代わりに機能してくれんなら俺だってやりたくない。あんたの言いたいことはわかる。でもやりすぎだ。もうよせ桑名。どうしても俺を止めたいならお前も俺を殺すしかないな。正義のためにさ。また喧嘩が始まるんじゃねえかと思ったよ。この間は後片付けが大変だったんだぞ。次あいつとやり合うときはもう軽い怪我じゃ済まなくなるな。はい、そん時はここじゃなくてよそでやってくれ。今日はもう上がりかな。99階に戻って休むとするか。ごめんね、テッソ。お片付けしてくれたんだってね、前ね。ありがとね。テッソ、テッソ、テッソ。全然喋らへんや。テッソ。テッソ。お兄ちゃん全然動かないね。いや、テッソ好きなよな。なんかおもろいな、この子。いや、でもね、なんか、今回って結構、話も難しいんやけど、その話題的にも結構、あんまりグイって踏み込みたくないっていうかね、踏み込めない話題なのね。多分、いじめとか、そういう話って、本当に各々の考え方があるだろうし、あんまりこの実況する立場として大きく私が言いたくないのね。こう、なんて言うんだろう、その私が言うことによってなんかあんまりこう、じゃあそっちの意見が正解っていうことにもなりたくないし、やっべ、チンピラだぞいってなんかそれぞれの意見があるものっていうのはあんまり、じゃあこっちが正解とか肯定っていうのしたくないからあんまり言わんようにはしてるけど、ただその江原の件についても楠本さんの件についても私は間違ってないと思う。そう思ってしまうもんやと思ってる。だから否定はしたくない。けどそれが正しいとは私は絶対に言いたくない。
この辺なんか、なんか喋ってない、たまり場、こいつが何喋ってるんだい。全然喋らない。カッパ増えてね、カッパ増えてるらしいな。てか自称便利屋ってニートじゃね。そうだよ、ニートだよ。言っとくけど探偵だってニートみたいなもんだからね。でなおかつ言えばゲーム実況者もニートみたいなもんだからね。じゃあ99課で休むか。あれ、なんかバズ、バズって何。あ、雑音。あ、なんか言ってたね、なんか集音機の運命って。これさ、リスある、怪しいな、これが意味する。何かを受信してるリスのやつ。そういうことはこれか、電波探知機。リスがなんか探知してるらしいけど。あ、何か、前方に反応。お、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 どこ、どこ、どこ、ビンゴ。あ、子供サイズの靴だな。さすがに俺は使えないな。あ、高い。あ、双葉ちゃん会いたかった。ん、ん、おー、双葉ちゃん、あっちにあったリスはね、見てきたの、ここかなと思って。すごいね。でもお兄ちゃんの方が早かったみたいだね。え、何、なんか持ってんの、もう超音波みたいな。まあ今回はそうなるのかな。そうだ、これ双葉ちゃんにあげるよ。落ちてたよ。あ、似合うんじゃない。でも俺には履けないし、きっと君に似合うと思うよ。え、いいの。じゃあ私が見つけたやつと取り替えっこしよう。これ何に使えばいいかわからなくて。そうだね、双葉ちゃんにはちょっと早かったかもな。確かにこれは双葉ちゃんにまだ早いかもね。じゃあ交換ということで。うん、楽しいな。また何か見つけたら取り替えっこしようよ。あ、いいよ。じゃあまたね、お兄ちゃん。双葉ちゃん可愛いんだよな。あのさ、なんかちょいちょい最近思ってたけどさ、ターボーとアジムラ言うこと似すぎじゃない。なんか恥ずかしくなるんだけど、なんか言った後にまたターボーも同じこと言ってたりさ、なんかかぶったりしたら言うことが、めっちゃ恥ずかしいねんけど、やめてもろていい。多分私があれなよな、ターボーと行動を共にしすぎたんやろな。仕事の依頼来てるかな。お、いっぱいある。と一応全部十文字和人、作家先生みたいだな。おお、八神氏、今度は十文字和人先生からの依頼と名を挙げましたな。なんだ、知ってるのか。もちろんですとも。十文字和人といえば今をときめく流行作家。ほう、2年前に彗星のごとく現れ、あっという間にベストセラー作家入りした話題の人物です。デビュー作は極道主人公としてミステリーでして、映画化もされました。そうなんだ。多作で知られ、月に2冊から3冊という異常なハイペースで新、えっく、それって、それはかなり早い方なんだよ。だ、月に2、3冊やろ。えぐくない？え、ありえないほどのハイペースです。おまけに執筆ジャンルも多岐にわたります。デビュー作はハードボイルドかつ本格志向のミステリーですが、次の作品は学園ものの近未来 SF。最近は萌え系ライトノベルや漫画原作なども手掛けており、実に多彩な作家です。えっく、そんなすごい人から依頼来るとは。以前にカムロ町で編集者や作家先生の依頼を受けたことがあるから、その縁かもしれない。あ、確かに。私、ジャッジアイズで、裏でずっとやってるって言ってるやんか。どっちも見たよね。それにしても、八神氏、今回の依頼で十文字和人の謎が解けるかもしれませんぞ。謎。ええ、何しろ十文字和人は覆面作家。その正体は誰も知らないのです。こう、覆面作家ね。その覆面性は徹底しており、メディアの取材にも一切顔出ししません。出版社でも作家の正体を知る者は担当編集だけだそうです。徹底した覆面性と新人とは思えぬ、不正性、筆性から、正体は大物作家ではないかという説もあります。大物作家か。それだけでなく、ネット上ではその正体に関して様々な憶測が飛び交っている状況です。なるほど。もしかしてやけど、そのカムロ町で作家さんしてた先生かもしれないな。そんな覆面作家先生に
本人に会えると思うと俄然楽しみになってきたよ。森通り覆面でもかぶって現れるかもしれませんがね。八神氏、正体が分かったらぜひ教えてくだされ。いや、守秘義務があるから。守秘義務ってやつだ。なんだ、それは残念。それにしてもオフィスは神室町か。なんだか話題の流行作家らしくないな。人気シリーズの舞台が神室町で、主人公が極道探偵僕かな。取材がしやすかったのかもしれません。リアリティも彼の作品が売りですからな。なるほどね。意外と普段すれ違ったりしてな。さて、早速依頼に会いに行くか。おそらくやけど、あのジャッジアイズシリーズに、なんか出版社からの依頼で、その作家さんの原稿が欲しいっていうね。それをやったんよ。あのサブストーリーみたいなやつで。その時に出会った作家さんに、ターボーってペラペラといろんなこと喋ったんよ。僕こんなことしましたよっていうことを。その話をもしかして小説にされているのではと思っておる。全部受けれるものは受けておこう。禁断の味村。禁断の味村全然、これ説明してくれないの？禁断の味村説明してくれなかった。まあ、とりあえず、受けれるもんは全部受けておこう。ゲームクリエイターが逃亡したから捕まえてほしい。変わった依頼だな。なるほどね。まあ、このサブイベントも、あの、スキー見つけてやっていこうと思う。ちょっと味村の散歩も行きたいけどな。ちょっとやりたいこと多すぎるよ、ロストジャッジメント。アジムラの散歩も行きたいし、学校でいろんな部活に行ってみたいっていう欲もあんの。ちょっとアジムラの散歩だけしてきていい？来たな。いや、もしかしたらさ、あの、本編ストーリー進めろやっていう意見もあるかもしれない。あるかもしれないけど、やっぱさ、犬の散歩って大事。アジムラ？引っかかってる？アジムラ行くよ。ちょっとね、この要素が増えたのはすごくありがたいよな。あ、こっち？なに、どこ行きたいの？え、アジムラどこ行きたいの？アジムラどこ行きたいの？今回やることいっぱいあるやん。バズフィードも見ないいかんし、なんか犬めっちゃ拾ってくれる。めっちゃ拾ってくれる。なんかあの、まあ、バズリサーチャーっていうつぶやき検索もしなきゃいけないし、もちろんそのサブストーリーみたいなの見ていきたいし、学校という舞台やからこそ部活動もいろんなことしてみたいし、神室町のイベントもやりこなしていきたい。やりたいことが多々あるんだ。本編が気になるの、私も。すごいね、気になってる。めっちゃ拾うやん、味村。イラもいっぱい拾うなよ。味村はさ、いつ京子ちゃんとか帰ってんの？なんかすぐ脱走するって言われてたけど。え？味村だけが行ける世界、そっち。あっちの方行ってみる？じゃあ。味村あっち散歩したことないんだよ。こっちの方、こっちはね、チンピラがよくいる道なんだよ。ここの通りに入ってしまうと二度と抜け出せないなってレベルですごいチンピラが来るんだよ。アジムラがいるといないね、誰も。あれ、何これ、タコス。あら、カメラ撮れなかったわ。あとでタコス撮りに来るね、アジムラ。それにちょっと最近、カイトがさ、ずっと入院してるから、寂しいもんがあるんだよな。なんかめっちゃ拾ってくれるの、ありがとね。ターボーが普段無視している数々のものを、アジムラは拾ってくれるんだね。アジアンパブだって、アジムラ。気になるね。アジムラ全然案内してくれなくなったじゃん。もう物拾うだけの犬やん。これただの犬。あんまこの辺来たことないな。住宅街っぽいけど。ちょっとリスも探し、あ、でもリスって今できたりするのかな。なんかアジムラがいるときはあんまりできないっていうの聞いたと思うんやけど。え？うわ、何ここ、入れないんだ。今度来よ。お洋服変えたりするのかな。あ、リスだ、リス。リス、リス。あ、できない。ちょっと、帰れ、アジムラ。リスとかもやっていきたいしな。音聞くってどうしたらいいの？この絵は。こうか。あ、なんかある。聞こえる。あ、かわいい。これも双葉ちゃんにあげよう。あ、またいた。夜やけん帰った方がいいよ。もう一緒に探す、リス。いや、双葉ちゃん。それもしかしてリスさんの絵のやつ？ああ、
うん、リボンだったんだけど、双葉ちゃんよかったらいる？え、いいの？いいよ。まあ俺がつけるにはちょっと可愛すぎるからね。まあターボも似合うんだけどね。うふ、嬉しいな。ありがとうお兄ちゃん。じゃあこれはお返し。前に見つけたやつお兄ちゃんにあげる。何に使えばいいかわからなくて。大人のもいっぱい持っとる。お、これいいやつじゃん。ありがとう。どういたしまして。また何か見つけたら取り替えっこしようね。ああ。じゃあまたね、お兄ちゃん。バイバイ。双葉ちゃんは自由ですね、すごく。すいません。いらっしゃいませ。はあ、これ、吸血鬼。この辺、パイロットのコスチュームもそうなんやけど、ここね、ジャッジアイズの時に着たやつですね、この辺は。買っておきましょう。ありがとうございました。金はしこたま持っとるからな。買えるもん買っていこう。で、ここどこだよ。お、何してんの？釣り？何してんの？何釣ってんの？これは大物だ、お兄ちゃん。え、何？アリが引き上げるの手伝ってくれ、早く。わかった、釣り上げる。ほら、全力で釣り上げる。どう？釣れた？助かったぜ、兄ちゃん。なんだこれ、魚じゃねえのかよ。カッパだ。これ、小玉さんのカッパ像じゃん。これが本当のカッパの川流れ。てやかましいわ。付き合わせなんか悪かったな、兄ちゃん。疲れたから俺帰る。なんか普通の人でよかった。このカッパ像もらっていいですか？え？こんなの欲しいの？まあ、いらないし、引き取ってくれんならむしろありがたいくらいだけども。じゃあな。ありがとう。カッパ集まった集まった。アポシロルせいだから沈まなかったのか。ひとまず小玉さん連絡しよう。カッパ見つけたよ。ご連絡ありがとうございます。返しに来ました。また見つけていただけたらお知らせください。え、じゃあさ、あいつ嫌い。カッパ像残り5個か。カッパ7つも集めて、クワナは7人殺したって言ってるけど、ターボはカッパを7体集めてるからね。やば、もう何？ちょっとリスやってる時にそういうのやめて。え？もうええって。ここからだ。これが意味する。飛んでるリス。飛べない、飛べない。ドローンか？ドッグフード。あ、内村帰ってきてる。行こう。じゃあとりあえず休もうかな。ん？もしもし、城崎です。八神さん、今日も横浜ですか？横浜だよ。ああ、もしかして江原の裁判の件？ええ、その控訴にあたって検察側が相談したいと言ってきています。非公式に。検察か。非公式に？どういうこと？江原の殺人動画を新証拠とするか、事前に裁判官と協議したいと。すでにネットで多くの目にさらされた動画です。それをどう扱うかで、みんな腰が引けてるんです。検察はまたフェイク動画とか言い出す気かな。かもしれません。それで今日その打ち合わせをすることになったんです。裁判所の会議室で。急で申し訳ないんですが、八神さんも同席できますか？全然いいよ。わかった、もちろん。ありがとうございます。まだ少し時間があるので、急がなくても大丈夫です。では現地で。優しい。いろいろサブストーリーしてきていいよってことですね。裁判所にはタクシーで行くか。ほー、どうしようかな。じゃあタクシー裁判所へ向かうがメインストーリーになっとるけど、まあいろいろやってきていいってことだね、おそらく。沙織ちゃんがさ、別に急がなくていいよって言ってくれたからさ、ちょっと部活見に行ってきていい？なんか今一応さ、ミスケンとダンス部には顔を出してるわけやんか。なんかそれ以外の部活も行けるらしいんよね。どうやって行ったらいいんやろう。
まあおそらくとりあえずはダンス部をどうにかせないかんって感じがしたよね。一つずつそのなんていうのユースドラマやっけ、学校で起こる出来事に関してはそれをやって、でダンス部のとこ行ってこよう。そしたら多分ダンス部のパパ活問題が終了さえすれば次の部活を紹介してくれたりすんのかな、京子ちゃんが。だって踊ってくれ。ダンスやってる？でも、好きな男の子どうなったの？矢上さん。どうも。おかげさまで部員たちも新しい振り付け、かなり踊れるようになってきたみたいです。本当に矢上さんが来てくれてよかったです。コメカロ先生は全然来てくれないので。ありがとうございます。捨てる神あれば拾う神ありってこのことですね。そうか。部長からはだいぶ信頼得られたよな。そろそろパパ活女子の件切り込んでみるか？聞いてみよう。よし、軽く踏み込んでみるか。西園、実はちょっとダンス部について気になる噂聞いてさ。え？噂ですか？ああ、あくまで噂なんだがちょっと心配で。実はさ。実はダンス部にパパ活をしてる女子がいるって聞いたんだ。ああ、そのことですか。私も聞いたことあります。ああ。どうもその子はカモにした男が元半グレの男みたいでな。恨みを買って狙われてるという噂もあって。噂が本当なら放っておくわけにもいかないからさ。なんか二人ぐらい部員いたよね、女の子。矢上さん、部員のことを心配してくれるのはありがたいんですが、私はその噂あまり信じてないんです。なるほど。そっか。まあデマならいいんだ。部員疑うのも良くないもんな。はい。はい。何か知ってるとしてもまだ話してくれないか。せめて最初の予選大会を突破し、彼女の信頼をもっと得てからでないと、この先に切り込むのは厳しそうだ。じゃあダンスの練習をしようじゃないか。もうなんかみんな一緒に踊ってくれるようになったね。みんな、うん、みんなバッチリだね。ああ、ユニゾンも完璧だし、新しい振り付けもバッチリだ。はい。ね、これで偉人町ダンスコンペティティチェーシャーマンの予選もきっと突破できると思います。なんて言ってんの？ん？偉人町ダンスコンペティティでしょ？はい。近々ダンスコンテストが開催されるんです。予選と決勝戦に分かれてて、今日はその予選があるんですよ。そうか、それ気合入るの。頑張って。それは小さい規模の大会なんですけどね。本命はその後にある全校高校生ダンスジャムですから。ジャム。それって。ジャム。全国高校生、そっちの方がなんか規模がでかそうだね。はい。本当にそういうのあるだろうね、今は。日本全国のダンス部が集まってきてナンバーワンを決める同規模な大会なんですよ。出場するにどこも全国の強豪校ばかり、その勝ち抜くのは難しいくらいで。なるほど。なるほど。言ってみればダンスの甲子園みたいな感じか。はい。はい。だから次の一日をダンスコンペテッティティ勝負くらい勝ち残れないと全国大会では通用しないと思います。お、来たぞ先輩。さやかちゃん。キャプテンさやか、しっかりやってるみたいだね。こいつ何？いいだけ先輩。いよいよ今日は予選だね。練習はバッチリ？はい。大丈夫だと思います。お、課題曲。物語の節目には大会があり、それに向けて課題曲を練習してクリアを目指すことになります。最初に踊れる曲は1曲だけですが、物語に進むにつれて、新たな課題曲が追加されていきます。なるほど。頑張ってね。キャプテンさやか、期待してるよ。次の予選には僕も応援に行くから。え？え、来てくれるんですか？やったー。先輩が来てくれるなら張り切っちゃいます。矢上さん。みなみ先輩と話してる時のさやか、いつもより声のトーンが高くないですか？そうかな。え？え？そう。気がつかなかったけど。はい。そうですよ。めっちゃ笑顔だし。みなみ先輩にも好きなのバレバレじゃないかな。それがやる気につながってるんならいいんじゃない？それもそうですね。ヒイラギ先輩と仲良くなってから、サイカのダンス、なんか輝いてる気がしますし、いいことだね。ウィンウィンじゃ、すごくウィンウィンな関係。ヤガミさん。あ、ヤガミさん。予選大会投稿していきたいので、準備ができたら声をかけてください。お、いいじゃん。行く行く。全然行く。あ、なるほどね。こういう感じで、次のストーリーに進むってことか。行こうや。今日もよろしくお願いします。大会行こうよ。よし、行こうか。ありがとうございます。行きましょう。ここが会場か。でも結構広くない？いよいよですね。
緊張するな。頑張れよ、さやかちゃん。ヒイラギ先輩来てくれたんですか。うん、もちろん約束しただろ。ヒイラギ先輩受験で忙しいのに。受験も大事だけど、可愛い後輩がステージに立つ予選はもっと大事だよ。頑張ります。ありがとうございます。私たち頑張りますから。西園の先輩の前でいいところ見せてやれよ。キュンキュンするな。お、緊張してる。めちゃくちゃお客来てるよ。緊張する。私覚えたふり緊張飛んじゃいそうです。ドキドキするやるな。こういう時はお客はカボチャだと思えば。みんな、みんな大丈夫か。ずいぶん緊張してるみたいだが。だだ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 だ、あちがちになってるぞ。大丈夫か本当に。今日は今までやってきたことを全力でぶつけるだけだ。観客に見せつけてやろうぜ、清涼ラビッツのダンス。はい、そうですよね。私たちものすごく練習してきたんだし、あとはやれることをやりきるだけ。きっと大丈夫。頑張れよ。みんな、よし、みんなエンジン組んで。いけ、ターボを向いてくれたらいいのに。明るく元気に楽しく、せーの、ホップステップラビッツ。ラビッツ、何それ。あんま言いたくないけどさ、掛け声に関しては。あー、ふー、いいな。キュンキュンするな。頑張れよ、清涼ラビッツ。さあ、タブを見てよね、静かにね。でもクリア率がいっといっとる。なんか真面目にやらないって私も静かにやってた。ナイスだぜよラビッツ。いいね。よかった。ヤガミさん、見ててくれましたか。よかったよ。何あいつ、変な服。さて続きまして第2位は、縁側高校アポカリプス。縁側高校、あと1チームだ。ダメだったのかな。さすがに1位で予選突破ないよね。さて、偉人町ダンスコンペティション、予選突破チーム、最後の1チームの発表です。予選をナンバーワンで突破したチームですね。早速発表に移りましょう。偉人町ダンスコンペティション、予選を1位で突破しましたのは、ずっ、お願い、来て。清涼高校、清涼ラビッツのみんなだ。嘘、私たちで。よし、しゃ、やったぜ清涼ラビッツ。やった、上がった上がった。チームワークだけが上がっていく。ダメチームやな。お疲れ、みんな。まさか、まさか予選を1位で突破できるなんて。
なんか実感ない、うん、でも頑張ってたよみんな。うん、ミラキ先輩のいないダンス部なのに。あやかちゃん、それにダビッツのみんな、予選突破おめでとう。あー、ミラキ先輩ダンス見れてくれましたか？どうだった？覚えてくれ、うん、うん。俺も見ていて思わず踊り出したくなっちゃったよ。最高だった。ありがとうございます。あざーす。田上さんや頑張ってくれたみんなのおかげです。ほらさやか、ヒイラキ先輩、何が始まるの？これからみんなでお祝いにご飯に行こうと話したんですけど、もしよかったら。誰だよ。ねえねえ、たくみまだ？いけね、もうこんな時間か。ん？ん？誰だてめえ。のりづきさん。のりづきさん、どうしてここに？三崎高校はこのコンテストには出てないはずでしょ。これからたくみとデートなの。デート。そうね。そう、一緒に映画見に行くの。先輩、そうなんですか？こんなものと。うん、約束しちゃってさ、デートってほとんどものじゃないよ。たまたま見たい映画が一致しただけ。そうですか。ねえ。ねえ、西園さんだっけ？あなたたちのダンス見てたよ。なんていうかな、無難な感じだったね。敵認定しました、こいつ。無難！どういうこと？穴がないっていうのかな。西園さんの学校、一人すごい子いたでしょ？前のコンテストではいたよね。彼女どうしたの？まさか。マイカのこと。彼女は誰マイカ？でもなんか安心しちゃった。今日の感じなら楽勝だなって。全国高校生ダンス、ジャムの勝負のこと覚えてる？もちろん忘れてないよ。そう。まあいいけど。それじゃ、行こう、たくみ。怖い。なあ。あの子は？のりづきゆりえ。三崎高校ダンス部のエースです。彼女すごいんですよ。元人気アイドルで、しかもセンターだったんですよ。なるほど。元アイドル、じゃあダンスの元プロってことだよな。顔もいいんだろうな。はい、人気絶頂の時に自分のダンスを踊りたいって電撃だったりしたんです。アイドル時代は事務所の方針で、ファンにお真似しやすい可愛らしいダンスばっかりだったんですが、アイドルを辞めた後はクールでかっこいいダンスを踊ってるみたいですね。超ハイレベルだって話題になってます。なるほど。さっき言ってた勝負って。あー、それは、ヒイラギ先輩のことです。彼女はヒイラギ先輩と幼馴染みみたいで、なんかずっと好きだったみたいなんです。そっちじゃねえの、アイドル辞めた理由。それで、この間のコンテストで、さやかとヒイラギ先輩がイチャイチャしてるところを見たら、向こうが宣戦布告してきて、次の全国高校生ダンスジャムで勝った方が、ヒイラギ先輩に告白するって勝負を持ちかけられて、なんかそういうのよく聞くけどさ、振られたらどうすん？なんか、OK される前提で喋ってない？大丈夫？さやかそれ受けちゃったんです。その場の勢いで。こう、元プロ相手に勝負引き受けちまったのかよ。さやかとしても、こうなった以上負けるわけにはいかないんでしょうけど、元プロ相手だからな。厳しい戦いになりそうだな。ぶち切れてない？大丈夫？さやかちゃん。おや？江上先生の指導ですごく華やかになったし、衣装とかあればさらにすごいことになりそう。衣装か。あ、待って、もしかしてあれ役に立つんじゃね。練習してる。あのさ、衣装の件について話があるんだが。さやかちゃん怒ってんのよ、大丈夫？片品さん、もっと感情表現できない？全体的に動きが硬いよ。愛、それちゃんとやってる？さやかちゃん、すみません。頑張ります。ちょっと！滝口さんも途中で振り付け間違えたでしょ？ちゃんと練習してるの？やる気ある？怖いよ、女の部活になっとる。西園のやつどうしたんだ？今日はやけにカッカしてねえか？おい、西園。西園。なんか焦ってる？気持ちはわかるけどね。わかりますよね。まあな。それで部員に当たるなんて超自己嫌悪です。自覚があるだけマシだよ。だけどどうしたんだ、らしくないじゃないか。プレッシャーです。次のダンスの振り付け自分で考えなくちゃいけないんで。
今までは顧問の米方先生が考えてくれてたんですけど、あサボりがちで来てくれないんだったな。はい。それに私たちのダンスには花がない、そう言われたことも気になってまして。あ、こないだ言われたことか。あの元アイドルの千秋高校の何だっけ、ほおずきやったっけ、のりつきやったっけ、忘れたけど、ゆりえさんだね。確かに彼女たちのダンスに花があります。まさに芸能人のオーラっていうのでしょうか。もう無理だよ。あんな人たちに勝つにはどうしたら。昨晩から必死で振り付けも考えてるんですけど。なあ、西さん、ちょっと根詰めすぎじゃないか。今日ずっとピリピリしてたぞ。休もう。そうなんですよね、分かってるんですけど。ほら、あそこにも書いてあるだろう。ダンスを全力で楽しむ、清涼ラビッツのモットーですね。じゃあ今日の練習どうだった。お前や部員のみんなは全力で楽しめてたか。まあ確かになんか本末転倒な感じするけどな。そういえば私がピリピリしてたせいで、もしかして部員のみんなも。西園、リーダーは雰囲気を作っていくことも大事だと思うぞ。ありがとうございます。矢上さん、ありがとうございます。私心入れ替えて頑張ります。おう、うん、そうするといい。頑張ろうね。振り付けのこと悩んでるみたいだし、俺もダンスのこと、もっと勉強してみるか。だけどどうやって勉強しよう。勉強ってどうすんの。ダンスの勉強、何ダンスの勉強って。違うんだ、衣装のこと話しに来たんだよ。違うんだよ。ちょっと衣装のことを話しに来たんだって。結構ハードル高いな。西園の何読んでるんだ。矢上さん。ああ、矢上さん、これですか。ダンスの教本です。あ、飯崎先輩が持ってきてくれたんです。もう使わないからって。それくれ。へえ。たくさん持ってきてくれたんで、矢上さんも一冊どうぞ。え、いいの俺に。はい、アレンジの参考になると思いますよ。そっか、まあそれじゃあ読んでみるよ。やったぜ、ロックダンス編。ロックダンス、激しい動きから、鍵のようなポーズでカチッと止まるのが特徴。なるほど、だからロックね。あ、なるほどね、かけとんか。振り付けにも幅が出そうだし、今度試してみるか。お、あ、次こういうダンスになるの。あ、かっこいいじゃん。衣装を選んでください。振り付けはどうしますか。あ、振り付けも、ちょっと当たるロッキングでいこうか。ちょっとロッキングバージョンで。いろいろやってみたいから。よし、やるか。ちょっとローリングしてくる。変なダンス。また編集の時に私はいろいろ見る羽目になるんだろうな。お、いいじゃん。お疲れ様でした。いいじゃん、ロックダンス。だって今日の練習終わりか。矢上さん。矢上さん、実は一つ相談があるんですけど、他に相談できる大人の人がいなくて。どうしたんだい。ん？なんだ？場所を変えてもいいですか？いいけど、何？他の部員に聞かれたくない感じ？はい。相談か、なんだろう。もしかしてパパ活の件聞けるかな？すみません、突然。いいよ。で、相談って。うちのエースの部員、高梨舞香っていう2年生の女子のことです。あ、いたね。ここ最近サボりがちで全然来てくれない子なんですけど。舞香ちゃんね。この子がどうかしたの。私ずっと考えてたんですけど、その子がいれば花がないって問題もなんとかなるかもしれません。彼女のダンスには人を引きつける華やかさがありますから。なるほど。そっか、だけど部活に来てくれないの頼りにならないな。はい。相談したいのはそのことなんです。なんとか彼女を部活に復帰させたいんですが、何か問題が。その実は最近彼女のことでちょっと良くない噂を耳にしまして。マイカがサラリーマンとデートしている姿を見たってクラスの子が話してたんです。それだ。それってまさか。はい。はい。江上さん、以前に聞いてましたよね。ダンス部にパパ活女子がいる噂があるって。もしマイカが本当にパパ活なんてしてるなら、
練習に来てくれないのはそれが原因かもしれません。なあ、だったら西園、俺の方で調べてみようか。え、いいんですか？おう、もちろんだ。本業探偵だからな、そういうのは得意だ。おかずに戻ってこられないか説得もしてみる。ありがとうございます。いいよ、矢上さんに相談してよかった。早速調査してみようと思うけど、その高梨って子まだ学校にいるかな？いえ、いえ、もう帰ったっぽいです。下校する姿見ましたから。そっか、それじゃあどうやって探そう。伊勢崎ロードに行けば見つかるかもしれません。そこでデートしてるって噂聞いたことあるんで。わかった、伊勢崎ロードね。わかった、探してみるよ。よし、ようやく情報ゲット。一応天様にも報告しておくか。ああ、高梨舞香って女子だ。彼女がパパ活女子か確証はないが、調べてみる価値はある。わかりました、私も準備ができたら向かいますね。なるほどね。よし、伊勢崎ロードで高梨舞香探そう。パパ活女子探そう。